この通知を総務省へ送り、それに記載された仕事を各部門に手配するよう言ってちょうだい。それと回答祭ではやるべきことがたくさんあるけれど、どんな些細なことでもきちんとやり遂げるのが大切だと伝えておいて。涼子遊びに来たぜ。賓客の来訪を邪魔だなんて言うわけないわ。その様子だとリーユへの回答祭に来たのかしら。おう、涼子は今年の回答祭で何をやってるんだ。相変わらずいろいろな雑務よ。そうだわ、今年は総務省が花火大会を企画したの。ぜひ見に来てちょうだい。回答祭ではこれまで名称の灯火を空に放つことが祭りの中心だったけれど、ここ最近リーユエでは様々なことが起こったから、人々にはぬくもりと団らんが必要だと思うの。だからせめて今年はもっと特別な、一人一人に寄り添える形で祝うことにしたわ。花火をリーユエ各地まで送り届け、時間を見計らって一斉に点火すれば、燃えるような光と熱が人々の気持ちを結ぶ。それが総務省の決定よ。花火？それなら別のところでも見たことがあるぜ。リーユへの花火は何か特別なところとかあるのか？花火というのはもともとリーユへのとある発明によるものなの。リーユへの先祖たちが初めて花火を作った時、それを爆竹と名付けたわ。強い光と大きな音を発するから、毒蛇や獣を追い払ったり、周囲への警告に使ったりすることができたのよ。昔の人々はみんな外で農作業をしていたから、連絡を取り合うのに不便していた。だから爆竹の大きな音は必要時の伝達手段として使われていたの。リーユエ港が正式に開港した後は人々の生活も良くなり、百里も離れた場所で農業をしたりする必要がなくなったわ。次第に爆竹に頼らなくなっていったというわけね。けれど爆竹を使って開墾に励んだ先祖たちの精神は風習として人々に受け継がれた。だから爆竹は花火の前身なの。爆竹を改良したものを回答祭期間中に放つことで、私たちは先祖たちのたくましき精神を称えているのよ。すごい、リーユエのものって歴史が深いんだな。あなたたちももう慣れているでしょ。歴史が古ければ古いほど、その土地にある一つ一つのものが持つ価値は高くなる。それがリーユエよ。花火に関する事務は国政に任せているわ。もし興味があるのなら、私と一緒に彼女を訪ねてみましょう。花火の設置場所をもっと増やさないといけないわね。城内だけでなく全面的に考えないと、警察層の人々も回答祭を過ごすのよ。しかし国政様、そうすると予算が。予算というのは何かをうまくやるための最も適切な費用のことよ。もし今の予算では適切に処理できないと思うのなら、総務省に申請をしてもう一度算定してもらうよう頼みなさい。我々の目的は回答祭の開催を成功させること。
予算はそれをよりうまく計画するためのものよ。本末転倒になってはいけないわ。あ、かしこまりました、国政様。ええ、それと安全は第一に確保しておきなさい。あら、行幸と旅人、君たちが来るなんて珍しいわね。旅人は怪盗祭に参加しに来たの？ちょうどあと少しで準備が終わるところよ。花火の設置場所の見直し、それと関連施設の確認よ。日常の仕事と大差ないものね。正直それらの仕事は部下に任せても構わないものだと思うけれど、あなたもう何日も忙しくしているし、そろそろ休んだ方がいいんじゃないかしら。些細なことよ、これくらい何ともないわ。宝義、悪いけど新しい計画を作って、それを署名にまとめて総務省に提出してちょうだい。私は城内に行って花火の設置場所の状況を確認してくる。また後で戻ってくるから。旅人、君は大切なお客様だし、今はちょうど仮設でもある。城内に残って祭りの雰囲気を存分に楽しんでいってね。講義、さっき言ったこと全部覚えたかしら？はい、全て承知しました。ならいいわ。行幸、旅人、私は先に失礼するわね。行幸様、それにそちらの旅人さん、私もこれで失礼します。国政様から数々の計画を任されましたので、もう一度新しい計画書を作成する必要が、急がなければ。あ、危うく忘れるところでした。旅人さん、ここに花火の筒があります。あなたが興味を持つかもしれないので、会った時に渡すよう国政様に言われていたのです。手先が器用な方ならこれを使って自分だけの花火を作れるはず。もし時間がありましたら、ぜひお試しください。おいら全然話に入れなかったじ。いや、話に入る勇気がなかったって言った方が正しいな。お前もそう思うよな。国政の気迫が前よりも増してる。それに以前よりも忙しそうだ。なんでだろう。仙人がリーウェコーの統治を人々に任せるようになってから、民を導く責任は我々七聖が受け持っているの。私たちは様々な領域の重要な仕事を引き継ぎ、それを適切に処理している。とは言っても、全てを自分で行うのはやっぱり大変なことね。今まで怪盗祭関連の事務は広州が担当していたの。でも彼女の父が高齢なため、今年は他の部門へ移動してね。だから怪盗祭の仕事が私と国政のところにまで来たというわけ。私が責任者を担当し、人々が待ち望む花火大会を国政が担当しているわ。これは非常に重要なことだから、最も信頼できる人に託すべきだと思ったの。国政は自分自身に厳しく、仕事に対する熱意も持っているから最適な人選ね。確かにすごく厳しい人だよな。ええ、他人にも自分にもとても厳しいから、追い込みすぎて何日も仕事を続けている。私はそれを長期的な解決策だとは思わないわ。過ぎたるはなお及ばざるがごとし。リウエジンなら誰もが知っている道理よ。もちろん私も彼女を説得したけれど、国政の性格はあなたたちも知っているでしょ。どんなに言葉巧みに話す人でも、国政を前にしたら解き伏せられてしまう。旅人、あなたは国政と悪くない仲だし、見聞も広いから、私の代わりに彼女を説得してみてくれないかしら。さすが旅人ね。
国政を説得することは容易じゃない。あなたの助けがあれば私も安心できるわ。私はこれから軍玉閣に戻って事務処理をしなきゃいけないの。お先に失礼するわね。国政のこと任せたわよ。本当に国政を説得する方法があるのか？行幸ですらうまくいかなかったんだよな。それに誰かを説得するにはその人が感じてることを理解する必要がある。国政はずっと忙しくしてて休む暇もないから。そんな浅い理解じゃうまくいかないだろう。もう一回考えてみようぜ。もっと重要で深いところにある思いってなんだろう。それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってのはどうだ？え、勝利に？おお、確かに頼りになるな。聞いてみよう。今は往生堂の活計をやってるから往生堂に行って勝利を探してみようぜ。お二方、何かご用でしょうか？勝利先生なら、同志と一緒に外出中でございます。二人とも出かけたのか？まさか仕事に。同志は散歩をしに行くと言っておりました。お二方をお探しでしたら、三番酔いに行ってみてはいかがでしょうか？同志はよくその近くで宣伝をしているそうです。以前にも増して盛り上がってるぞ。ほう、いっぱい食べた。えれれ、ほんとシャンリン、あんなタレを焼き魚につけて食べるなんて方法よく思いつくよね。それにあのタレ、味も最高だったよ。えへへ、あたし特製のタレだからね。味は保証するよ。絶雲の唐辛子をさっと炒め、ニンニクとネギを入れて混ぜる。それに塩、酢、醤油を加え、最後に熱い油で香りを引き立たせたタレ。一見雑な手法の裏には、味や調味料の比率を正確に理解している料理人の姿がある。どの家庭においても量は適切でなくてはならない。それすなわち匠の技。そうそう。どうシャンリン、お褒めの言葉をもらえて嬉しい？すごく照れるよ。ありがとう勝利さん。私も口がうまい方だと思ってたけど、あなたと比べるとまだまだみたいだね。同種が俺に礼を尽くす必要はない。同種の弁舌はリーウェ校全体が知っていることだ。コーパーも何か注文する？遠慮しないで、この同種の私がおごるから。まあシャンリーにつけておくけど。また美味しいもんの話でもしてるのか？あ、旅人とパイモンちゃんじゃない。ここに来るなんて、今日はどういう風の吹き回し？待って、まだ言わないで。この同種が直々に当ててみせるわ。ズバリ怪盗祭に来たんでしょ。別に考えなくても見ればわかるんじゃないか。まあまあ、お互い知った仲なんだし、ちょっと遊び心を入れた方が面白いでしょ。いい時に来たね。ちょうどみんなに新しい料理を試食してもらってたんだ。三番酔いの亭主からは高評価をもらって、勝利さんと風太にも満足してもらえたんだけど、
もっといろんな人に試してもらわないといけない気がするの。どう？あなたたちも食べてみない？食べる食べる。え、食べないのか？わかった。先にやることを済ませよう。久しいな。旅は順調か？いいことだ。それでそれで、うちの家系に何の用なのかな。先に言っておくけど、私たちも今日大事な用事があるの。試食はついでだよ。よ、用事って往生堂の仕事じゃないよな。お祭りなのにそんな。別に祭りの時でも生老病死は避けられないでしょ。何もそんな怖がらなくても。ま、驚かせるのはここまでにして、本当は天気がいいから街に出て仕事の宣伝をしようと思ってたんだ。あなたたちは雑談でもしてて、私はシャーリンと一緒に天使のところへお茶を飲みに行くから。勝利さん、話が終わったら私に言ってね。ああ、ゆっくりしてくるといい。では旅人、何があった？幽変は正義感が強く、知的で勤勉、そして才能あふれるものだ。だが何事にも限度というものがある。やはり体が資本だ。そうそう、勝利っていつも理にかなったことを言うだろ。きっとお前の話なら聞き入れてくれるはずだ。俺が願望帝君なら彼女をいくらか説得できたと思うが、今の俺は一介の滑稽に過ぎない。自分の身分を考慮する必要がある。それに幽変と俺は親しい間柄というわけではない。急に説得を試みても不快を招くだけだろう。おい、じゃあどうするんだよ。直接ではなく、切り口を変えてみるのはどうだ。彼女の心を動かすことのできる物語があれば、お前の伝えたい通りも伝わるだろう。日常生活などの些細なことでも共感を得ることはできる。親しい者の事柄であればより効果的だろう。どういう意味なんだ。旅人はやはり鋭いな。物語の素材を探してくるといい。お前が必要だというなら俺からも意見を述べよう。考えがまとまったらその物語をお前の口から幽変に伝えてみるといい。幽変はお前と友好な関係にある。人選で言えばお前が最適だろう。あ、分かったぞ。つまり国政のことを知ってる人に事情を聞けばいいんだな。じゃあ誰からにする？ここにいたのね。おい、国政。勝利さんもいらしてたのね。この前の操船儀式は勝利さんのおかげで助かったわ。些細なことを手伝ったまでだ。礼を言うほどのことではない。どうしたの？目が泳いでるみたいだけど、もしかして急に来たから君と勝利さんの話を邪魔しちゃったかしら。だとしたら悪いことをしたわね。国政はどうして急にオイラたちを探しに来たんだ？私がここに来たのは仙人の方々を紹介してほしいからなの。もうすぐ仮説を迎えるから、リーウェ七世を代表して仙人へ贈り物を届けようと思って。前に仙人たちと一緒に戦った時に国政も会ってるはずだろ。もう知り合いなんだから直接絶雲の間に行けばいいと思うけど。会ったのはあの一度きりよ。私のことを覚えていないかもしれないわ。それに突然訪問したら快く思われない可能性だってある。だから君たちに紹介してもらうのが最も礼儀正しい方法だと思ったの。カーンはここ数日休暇を取っていて、しばらく会っていないの。だから
やっぱり君にお願いするわ。直接贈り物を届けるだなんて、七星って大変なんだな。じゃあお願いね。私は戻って贈り物の用意をしてくるから。おめでたい日なのに私の用事に付き合わせてしまって本当に悪いわね。花火に遅れないためにも手早く済ませましょう。え？一緒に？いいわよ。用事を済ませたら一緒に行きましょう。勝利さんも今年の花火大会はとてもいい出来栄えだから見逃さないで。ああ、ぜひ見物させてもらおう。知らせてくれて感謝する。それじゃあ私は先に行くわね。旅人、準備が終わったら軍玉閣に来てちょうだい。あー、行っちゃったな。幽変はいつも物事を迅速に済ませる。実に頼りになるな。勝利も頼りになるぞ。そうだよな。そう言ってもらえて光栄だ。先ほど言ったことは二人とも心に銘じておいてくれ。十分な素材を見つけた後、またここで相談を受けよう。